はい、皆さんこんばんは、一ノ瀬はじめです。めっちゃ帰ってきたらいい匂いがするでしょう。とりあえず皿の上にはお野菜が乗っております。そうなのよ。めっちゃいい色してるね、このプチトマト。うるさい、たこ焼きねえ、ひどいの。私の何だと思う、今日のご飯。ちょっとできてきたね、ちょっと見せて。本日は母ちゃん力作、このチキン南蛮。チキン南蛮ね、見た目はどう見てもチキン南蛮。めっちゃ美味しそうで、子供たちが食べたらたこ焼きって言いよった。味見したらたこ焼きって言って母ちゃんがぶち切れております。味覚障害だということで、父ちゃんもいただいてみます。はい、それではチキン南蛮いただきます。これは揚げたやつバージョンじゃなくて、揚げ焼きだからね、天ぷらじゃないからヘルシーな。しかも私ささみで作ってみた。ほんと、いただきます。はい、柔らかいよ。母ちゃんの火の通し具合って言ったらもう最高だったから、ほら来たご飯が進むくん、たこ焼きじゃないでしょ。誰が言ったやつだかねえな。どうやらタルタルソースも自宅で手作りだそうで、娘と一緒に作ったのね。ぐるぐるした、ぐるぐるしたね。いろんな思いを込めてぐっちぐちを握って卵とマヨネーズと、あとなんだ、レモンって言ったの。レモンのポッカレモンで一回書いてあったから、ポッカレモンどうぞ。あとは玉ねぎ美味しいよ。これも美味しいよ。うん、パンにつけても美味しいから。美味しいね。ちょっとお米つけちゃおうかな。はい、今日はね、この iPhone を使って、まあ iPhone じゃなくてもいいんですけどね、皆さんね、今ホームワーク、在宅でね、お仕事されている方もいたり、特にね、学生の方とかね、学校にも行けず、やることもなく、ね、まあ勉強があるんでしょうけど、まあ暇な時間もだいぶ増えてると思いますので、何かやることをと思いながら、YouTube を私はやってますので、その YouTube の中で、まあやれることという感じでやっていきたいんですけど、今回はね、この iPhone を使って、今ね、皆さんが YouTube を使ってライブ配信をするときにですね、いろいろ制限があるんですね。で、その中で、ライブ配信、通常1000人未満なのかな、登録者数の場合だと、こういうね、スマートフォン、要はモバイル端末を使っての、ライブ配信っていうのが、基本的にはできない状況になってるんですね。僕の場合は今、登録者数が2000ちょっと、まあ、3000いかないぐらいの感じなんですけど、なんでそこでね、ライブ配信の基準はクリアできてるんですけど、もう一個ね、僕の場合だと、息子用にね、チャンネルが一つ作ってあって、そこはね、まあ最近全然更新もしてないですし、ライブ配信できる基準を満たしておりません。というわけでね、ちょっとこの iPhone を使ってやってみますが、ね。で、まず、YouTube を開きます。で、ここで、今、たけのこチャンネルってね、なってるんですけど、ここで、これね、ここに、たけのこチャンネルってなってるんですが、ここでね、登録者数が49人ですね。なので、ライブ配信は基本できません。で、iPhone で、この YouTube のアプリを使って、ライブ配信するときは、ここのね、ライブ配信を開始っていうボタンを押すと、普通は僕らはできるんですけど、この状態で、基本的には、今、このチャンネルではできないことになってます。で、その中で、これ、ストリームラボス。まあ、先日もね、紹介してるんですけど、このアプリを使えばですね、できるようになるんですよね。で、この中で左上を押すと、セッティングの中で、プラットフォームってありますね。YouTube。ここはいいのか。どれだったかな。ブロードキャスト。一回ログアウトしなきゃいけないのかな。で、もう一回ログインします。で、この中で、こう、たけのこチャンネルってあるんですけど、こいつを選択すると、今現状ね、たけのこチャンネルが選択されております。で、この状態でライブ配信を始めていけるんですけど、こうね、設定で、どこだったかな。これでいいか。これでセッティング OK ですね。で、この状態で、はい、どうやらね、ちょっと画面収録しながらだと、ちょっとできなかったんで、ちょっとこっちでね、紹介します。ここ、今ね、ちゃんと、たけのこチャンネルにはなってるんですが、ここの真ん中で、今ね、これ、たけのこチャンネルで、そのままさっきログインした状態になってるんですが、ここの真ん中のね、ブロードキャストボタンがあるんですけど、こいつを押すと、ここにいろいろちゃんと出てきて、こんな感じでね、ライブ配信が、今ね、ちょっと設定がこっちからできないんで、あれですけど、アクティブイベントとかね、クリエイト、イベントを作ったりとかもできるんでね、これだと自分でタイトル決めて、どんな配信でやるのかっていう設定ができて、一番上がね、もう直配信ですよ。で、まあ、これテストでね、ちょっとやってみたいんですけど、今、ライブ配信もこれでね、始まっております。いかがでしょうか？これテストで今やってますんで、ほら、ここ見えるかな？白飛びしてるな。ここにね、ちゃんとね、1080p の今、ライブ配信してる感じの時間が出ております。今16秒経ってね、おりますが、こんな感じで、ライブ配信が、このアプリを使うとできてしまいます。今ちょっとテストなんでね、もう切りましょうかね。こんな感じで終わりにします。で、こんな感じで今配信してみて、本当にね、ちゃんとできてるかっていうところをですね、ここからちょっとまた録画始めましょうかね。はい、ここでね、立ち上げて自分のマイチャンネルを立ち上げると、動画の中に出てくるはずなんですが、ほら、ちゃんとできてますね。これ2週間前だな。どっかにあるはずなんだけど、まだ出てこないかな、ちょっと。まあね、一番上にあるこのね、テストってやつが過去にね、ちょっと撮ったライブ配信にはなるんですけどね。まだなかなか出てこないかな。まあ、しばらくちょっとアーカイブからね、アップされるまでは時間かかると思うんですが、こんな感じでこのストリームラボズを使ってやればですね、登録者数が1000人に満たないあなたでもちゃんと iPhone からね、ライブ配信できるんで、iPhone しかね、機材がないとね、困ってる方。まあね、こういう一眼レフとかね、コンデジにしてもこういうね、ものを使ってやってって、まあ、結局ライブ配信っていうのはね、なかなかできないですし、パソコンもね、それに耐えれるだけの性能があるパソコンなのかどうかもわかりませんし、というわけでね、iPhone 一つあれば結構これ優秀なアプリなので、まあ、過去にもね、紹介してますが、登録者1000人いってなくても、要件満たしてなくても大丈夫です。このアプリを使えば、あなたのね、暇な時間を使ってね、YouTube でライブ配信することも可能なんで、もしよければね、ぜひやってみてください。というわけでね、まあ、今日は短い動画になりましたが、皆さんもね、YouTube を始める助けになれば、幸いです。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty. はい。ちょっと時間経ったんで、さっきのね、ライブ配信動画がアップロードされているか、ちょっと見てみましょう。ここにね、今、僕の息子のね、チャンネル、たけのこチャンネル49人のね、チャンネル登録者数のチャンネルですが、この中の自分の動画ね、ここを開けてみると、いかがでしょうか。これ自分の動画か。でここにね、あ、これ1年前だな。おかしいな。ちょっとじゃあ、YouTube スタジオの方で見てみましょうかね。はい、YouTube スタジオ開きまして、動画ですね。動画の中の、ライブ配信。このタグを見ると、はい、ここを見ると、今、全部ね、あ、非公開にしてあったかな。設定がね。なんで動画の方には出てこなかったね。非公開にしてあって、ここね、4月の22日ライブ配信済みってなってるんで、これでね、まあ、この辺の設定がね、ずーっとちょっと変更してないので、このままの形になっておりますが、こんな感じでね、ここ多分公開にすればね、ここね、またさっきのね、自分のチャンネルのところにも出てくるはずですので、この中の更新かけてみると出るかな。16秒前ね。これさっき公開した動画にこうなりますので、ライブ配信がちゃんと正常に行えているという証明になりました。